はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、では今回は 08MS 招待ステージ2、2人の戦争、こちらをやっていきたいと思います。じゃあスタートと。敵の新型兵器と共に姿を消したシロー・アマダは、ジオン軍の女パイロットアイナ・サハリンと思わぬ形で再会を果たした。雪に閉ざされた山脈に不時着した二人は、空で出会った時と同じように生き残るため、再び助け合うことで自分たちの中にある確かな思いに気づき始めていた。俺はジオンが憎いなのに、空で出会った日から君のことが忘れられないんだ。たとえ君がジオンで恋人がいたとしても。恋人？恋人などいません。あなたが連邦の人でも、私の答えはジオンと連邦が助け合える。あなたといると不思議です。それが普通だろ。あなたって人は私たち二人、この世に残った最後の男と女ならいいのに。敵でも分かり合える人間はいる。だがそんな二人の思いを戦争という現実は打ち砕いていく。雪山から救助されたシロを待っていたのは、審問会による厳しい尋問だった。たとえ敵味方に分かれて戦っていても、いい人間はいます。分かり合えるんです。自分にはそれがこの愚劣な戦争でのただ一つの希望だと思います。そんなシローの主張は審問会において一蹴され、処分は一時保留となる。そして状況はさらなる事態へ。新兵器が開発中と思われるジオン軍秘密基地に対し、連邦極東方面軍は大規模な殲滅作戦を決行した。シローとアイナ、二人の戦争はそれぞれの思いを抱きながらも最後の戦いから逃れられないでいた。二人の戦争。もうここまで話が進んでるってことは、08招待はステージ2とかステージ3とかで終わりそうですね。もう逃げ込んで大丈夫だな。落盤とかでさ、やられちゃいそうな気もするんだけど、艦砲射撃食らって。もうすぐアプサラスが完成するって言ってもさ、こういう兵器の開発ってそんなすぐ終わるの？2、3日で終わるようなものじゃないと思うんだけどね。まあいろいろ新兵器がさ、この一年戦争で開発されてるけど、技術の進歩ってすげえんだな。爆弾処理班か。何？これはまさか。
この核爆発は。なんてやつだ。こうやって軍上層部は醜い争いをしているのか。そこのパイロット、名前は覚えられてないのか。悲しいな。ノリスにさ、こんなこと言われてもねあんまり説得力ないよね。ノリスも男だね。これはもう本当に、むしろステージ2で終わりそうな勢いだな。なんかここで前哨戦やって、で後半戦でアプサラスと戦って終わりみたいな。飯食いたかったのにな。これはグフカスタム。逃がすものか。行くぞ。これで終わりだ。あいつはエースだ。おお、結構出てくるね。そう、これね、ガンタンクを死守しながら戦うんですよね。ミッションスタート。あー、やっぱりこれ前半戦だな。量産型ガンタンクが一機も撃墜されずに、敵軍ユニットを全滅できるか。一応全部四方は囲まれてるな。ってことは、とりあえずこの
ジムヘッドはここら辺で攻撃をかければいいかな。タンクにくっついておくか。来たね。一気に仕留めてやるよ。おお、当たった。あのグフをどうすっかだな。まあいいか、とりあえず放っておこう。いくらでもかかってこい。みんなまとめて叩き潰してやるぞ。そこまでのね、戦力差はないんだよ。むしろやばいからね。これは迂回していかないといけないから、あの部分は一応ほっとくか。180ミリキャノン、まあさすがに遠いよね。二行動ユニット2。あ、ガンタンク一応攻撃できるんだ。ドームだな。じゃあドームを減らしておこう。 43% 外れた。多分ここら辺をね、セーブ&ロードを繰り返せばなんとかなるかもしれないけど、それはちょっとさすがにめんどくさいけど、普通にやられるぞこれ。ほら、どっちがいいかな。攻撃力の高い方でいくか。3500はね、まだいけるはず。ほら次食らったら死ぬけどね。防御ってどれくらい減るんだっけ。1434。生きてる。一応生きてる。これ普通にまずいでしょ。どうしろというの。あのドブが来ない。まず白はこのまま上に行ってザクを倒してチャンスステップを発動させよう。守るより攻めろ。一気に叩く。で、このホバートラックは一応一緒にいて攻撃とかで、ここからこれ式内にいるとあれかな、援護攻撃できるかな。できねえし。一斉射撃をするか。あ、支援できるわ。ガンタンクの射程があれなのか、合わないんだ。ガトリングシールドとか危険そうだな。俺は生きる。生きてアイナと添い遂げる。貴様がアイナ様の。だが負ける。これなんて回線オープンにしてんだよっていう。普通聞こえねえだろ。そこだな。仕留めさせてもらうぞ。これが当たってくれるとな、すげえ助かるんだけど。よし、ナイスだ。まだ負ける。守るより攻めろ。一気に叩く。くそ、イチかバチかだ。諦めるもんか。倍返した。ちょっと残ったね。やらせるものか。お、かわした。ナイスだ。217って。でそんなことよりさ、左側がまずいんだよ。こっち1500とか、マジどうすりゃいいの。一応セーブする。だったら初めからセーブしとけっていう。ガンタンクの 40% 当てた方が良かったかな。倒せるやつを倒して、で5600、ガンタンクの攻撃を当てて、でチャンスステップを発生させて、下のザクがどうにもならねえな。
もうこういうね戦力が決められてるのはしょうがないからね。自軍を強化してどうのこうのっていう話じゃないから。4900よし。でこいつはこれで倒せると思うけど 73%。 スパルボとね違ってね基本 100% にならないからね、どうしても外す余地が出てくる。まあでもセーブの速さが速いのは助かるな。いやビームサーベルの方がそうだよね高いから。でこれでガンタンクを狙ってくれればさすがに一発じゃ死なないでしょう。でテリサンダス3800。あれ今ジム頭でいくつ当たったっけ。ビームサーベル4000当たったっけ。もうこういうのをね覚えてないからね、この鶏の頭だからすぐ忘れるんですよね。だってあんまりね考えないでやってっからこいつぶん殴って、うおー30とか、うん外れたね。これでどうすりゃいいんだ。ロードかければいいのか。クイックスタート的なのないのかな。だからビームサーベルの攻撃力が3000だったってことはこれでいけばいいんだよ。ほらバッチリで、ポップミサイル、うん、4300か。一応当てとくか。当たんなかったけどで、じゃあ 180mm キャノンか。4400よし。じゃあどうしようかな。テリーサンダス下に行こうかな。下のドームは、でも下のドームは来るまで待つか。エネルギーもつきかけてるし普通にガンタック狙ってきてんな。4300怖い。どうする。1519危ねえ。ちょっとずつ回復していかないと。グフカスタムはもう確実に白で倒そう。てか前半戦でめちゃくちゃ苦労してんな。さらばだ。90% はさすがに大丈夫でしょう。こいつは一か八かばっかだな。でもモビルスーツでの戦いだからね、顔は見てないよね。よし。で、EG8 は元気だから、どうも相手にしよう。一斉射撃、一斉射撃、エネルギーの消費量が半端ねえな。ビームライフルでケチってきた。で、攻撃できる？おお、一歩届かないか。で、こいつあんまり減ってないから、ミサイルランチャーで攻撃。3800、やばい。あのトラックトラックに何とかしてもらうか。25ってなんでこんなんばっかなの。トラックに何とかしてもらおう。おお、エレドワーよくやった。俺がドームを落としたぞみたいな。ていうかさ、こいつらゲットゲージなくね。今思ったら、そうか、前半戦だからないのか。で問題はこのザクだよ。ガンタンクは減ってないから
ックミサイル、できねえし。マジか、これきついな。当ててかわさない限りやられるぞ。もう何回このセーブの場面を見せられてるんだっていう。これ2回目やるときさ、こういう前半戦ってカットできるのかな。52% か。よし、ナイス。買わせた、買わせたからセーブしよう。あとサンダースもね、最悪死ぬ恐れがあるからね。もうノリスがやられたんだからさ、こいつら撤退しろよ。いや、でもそういうあれじゃないのか。もう俺たちには後がない。来るな。ザクマシンガンならなんとかなるはずだ。3019。お、かわした。いや、怖い。超強気。ガンタンクを狙ってくるか。5000。めちゃくちゃ食らうな。やばい、ジャイアントバズーカ。どうする、反撃しよう。支援反撃かけて。今の俺はノリノリだからな。どうだ、3人でタコ殴りにすれば怖くない。さて、じゃああとはこいつを倒せばいいけど、5000は食らったら死ぬからな。超強気の180ミリキャノン砲を当てれば倒せるかな。いや、やっぱり最初のガンタンクを外したのが痛かったな。じゃあここら辺かな。射程4から7だから68か。また微妙な数値だな。全力で行かなきゃこっちがヤバそうだね。よし、いいね。おお、超一撃になったけどっていう。俺は君を抜ける。簡単に言うよな。これは自己都合退職かな。いやー、でもこのジムバチバチいってるからね。歴戦を勝ち抜いてきたジムヘッド。
お、グフクラフトタイプだ。よくこんなもん作ったよな、本当に。あれ、ギニアスってどれくらい偉いんだっけ？ギニアス少々だっけ？南極条約って何が取り決められたんだ。とりあえず核はダメでしょ。あと病院船も攻撃しちゃいけないんだね。こいつもスナイパーだよね。すげえな、いい腕をしている。いや、状況分かってんのこれ。モビルアーマーの中でさ。
トップごとき。俺の敵ではない。ドムが6機。ザクも？ザクも6機か。こっちの軍は？あ、シロしかいねえわ。お、危ない危ない危ない。ちょっと待って、編成しよう編成。試作0号機にちょっとオプションパーツつけよう。ハロのオプションパーツ一緒にぶっ壊されたかな、そういえば。ブースターは欲しいよね、やっぱりマスターユニットに。で、あとどうしようかな、どうしようかな、もう何も買えねえし。出撃解除リミッター、出力リミッター解除かどうしよっかな、つけよっかな。攻撃は最大の防御なり。よし、また金をだいぶ使ったな。これこっちに出すでしょ。で、これもこっちに出すでしょ。宇宙用の戦艦が作れねえな、このままだと。ギニアスと交戦、シロはギニアスと交戦できるか、また交戦できるかだな。じゃあ一緒に行こう。ミサイルで減らして、で、ここはなるべく一掃したいからな。あ、こいつらのあれを見るの忘れたな、開発系統を。エネルギーを鍛えていこう。マークギルダー活動戦特化、こっからギガン、ギガンを射程に優れるからね。射程5っていうのが穴なんだな。345、そうするとあそこが穴になるのか。じゃあここで支援でガトリングしました。8600、5300だから、あ、大丈夫だね。いや、長距離射程用のモビルスーツって意外に使えるよな。初期型ジムのレベル上げるか。これは3人で攻撃した方がいいかな。4000の4500、あ、でも4700当たるじゃん。上のドームをどうすっからな。とりあえずこのまま取っとこう。で、白天田はこの戦艦と一緒にくっついていく。で、ギャロップ。艦砲射撃ができるな。ちょっと後ろの方狙って。外したー。じゃあ陸戦を出すかー。よし、ナイス。で、意外に使えるお二人に登場してもらおうか。あれ、2発で倒せないんだ。じゃあ陸戦型の高機動ザクを出して、ザクマシンガンでさすがにこいつは大丈夫でしょう。機動力高いね、やっぱり。で、そこからガンタンク、ロケットランチャーの5あたりの射程がいいかな。あー、そうか、でも指揮範囲にいないから援護が取れないんだ。まあでもロケットランチャー当たるか。
8600、4100、太一7200、超強え。何こいつ、このガンタンクマジ強えんだけど。でガンタンクとヒルドルブのスーパーペア、スーパー長距離ペア、あれちょっと支援ガンタンク太一、あー、カーサルだー、なんてこったい。しょうがない、自分で倒すか。いや強すぎでしょこのガンタンク。でエネルギーだな、課題だな。こいつも入れる時に取っておこう。よし、あーそっか、ちょっと戦艦の通り道開けとかないといけないから、攻撃できる時に攻撃をしておこう。来ないのか、それはそれで助かるな。おらいけ、グループ攻撃、まあ2人だな。あ、間違えた、ピスロック3って言って4500の4500で、どうしようかな。こっちの部隊を出すかっていうか、まず0号機を出そう。ビームスプレーガンなんだ。悪いが、ここで決着をつけさせてもらうぜ。なんか色合いはさ、ハイニューガンダムみたいでかっこいいよね。普通に強いんだけど。17レベルか。これなんか乗っけてる？ザックか。金にしたいな。6号機の方のあれを出すか。で、あとはコアブースター。コアファイター。まだコアファイターだ、そういえば。84%79%、 うおー、やばい、これはねすぐやられるんだよね。これはちょっと0号機でなんとかしてもらうしかない。いくつだった、わー、6200は無理だな。ってことはこれだな、長距離ビームライフル。支援かければいいんだ、普通にスプレーガンで支援かけて、これいや、やはりガンダム系の機体は強いね。でこいつらはちょっと一旦退避させよう。もしかしてさ、この段差からさ、いけない、いけねえわ。この段差超えられねえのか、モビルスーツじゃ。で、ヒルドルブがちょっとまずいから、一戦目一回下げるか。で少しだけ進もう、段差のない方に行こう。あとはコアファイターがやられないことを祈る。いや、キャロップやべえな。よし、ダブで一応反撃しておこう。支援反撃も加えて、戦艦もできるんだ。でザクが出てきた瞬間ぶっ倒す。来たねー。でこのザクは捕獲するから別に倒す必要はないと。エースだね、かわすねー。で、このザップで1万3000か。
グループ攻撃ドップドップと戦艦だな。戦艦できないんだ。あーもう戦艦は一人なんだな。まあいいや。よし4700だったら1作0号機、ピンポイントでいけるっしょ。に負けるわけにはいかないんだよ。一気に叩く。うわあ！ダメージコントロール班、急げ！しまった！こんなところで、うわあ！ここまでか。うわあ！12000当たるね。いやハドなんかより全然強いわ。ハドをまたね鍛えないとなると鍛えなきゃいけないとなると憂鬱だな。でさすがにちょっと後輩と下げるか。取り下げよう。で指導はとりあえず進んでいって、ドップドップ一発で落とせるかな。ビームライフル7200は無理だな。8100大丈夫だったいやーエネルギーも効率がいいね。よしこれを捕獲して宇宙に行った時にもう一機戦艦を作んないといけないからな。とりあえずそうか、どうしようかな。敵船を出すか。ピンサーベルがね意外に弱いんだよね。痛い。1300、うちもドムを出すか。ドムにはドム。そこからのスーパーエースガンタンク56連装ロケットランチャー。あれ支援ができないドムの3300、大地の7600。いいねー、ガンタンクがどんどん強くなっていくわ。そこからの高機動型ザクヒートホークで56連装ロケットランチャー強すぎでしょ。でもこさ2発撃ったらねもうエネルギー半分以上なくなってるわ。仕方がない。でこいつらもねザクが出てくるからねザクを捕獲しよう。とりあえずこんなもんでいいか。ダブでは陸戦型ガンダムか。大事を取って防御しよう。回避できたか高機動ザクに当てられると思うなよ。おお全回避した、まあ、ドップはサクッと倒そう。微妙に倒せねえし。あのグフのクラフトタイプが欲しいんだよね。飛べるキャラって重要だからな。お超強気。ドップも来たか。回避された。まず EG8 を
こいつマップ兵器的なの持ってる？拡散収束だけか。結構食らいそうだからな。一応ここら辺でセーブをかけておくか。前半まで戻されるのは嫌だからな。こいつをさ倒してさ、俺は最後まで戦い抜いてみせる。チャンスステップを発生させればさ、一応交戦はできるよね。ゲットゲージEG8 のゲットゲージはちょっといらんわ。クラフトタイプか、破壊しておきたい気もするけどな。ミサイル指定射撃当たるね。よし、4800でしょ。でこれくらいだったら長距離ピームナイフでやるか。さてじゃあ白アマドでちょっとちょっかいを出しますか。その前にこのダブでも破壊しておきたいな。グループ攻撃だな。で、ダブでを攻撃して7400、6000もくらった陸戦でこれ多分ピンポイントは全員狙えないから普通に支援でいこう。うおーやばい、陸戦がやられる。それだけは、それだけは勘弁してもらいたい。4400ピンポイントで当てればなんか破壊できる気がするけど、いいね、全然大丈夫だわ。よし、これでザクサン機はもらった。お、一気にレベルがめっちゃ上がったんだ。精神統一で、とりあえずザクは回収しておこう。で、ドップはやっぱりね、倒しておきたいから、陸戦がやばいんでなるべくな一発で倒して、うお、これはあれだな、射程がすごすぎるな。59% か。え、倒せないんか。高機動型だからもうエネルギーがない。ドブもエネルギー厳しいんだけどな。あー、そっか、マシンガン的なものがないからこれでなんとかするしかないんだ。よし、これでうちのガンタンクが出れば、まあ対1だけど、別に対空になると攻撃力が下がるとかそういうのはないと思うんだよな。あれあれ、ドムが援護に入れないぞ。6600か。3800だったら、あ、エネルギーがないんだ。ジャイアントバズーカって意外に使うんだな。じゃあこっちをヒートサーベルでぶん殴って、幸運、ヒートサーベルももう打てねえわ。帰れるか、帰れません。どうしようかな、ちょっともう一旦待とう。白でぶん殴るのはだから、ちょっと一回下げて、こいつもちょっと下げて、
トップガンタンクってことは火炎放射器で一回焼き払っておいて、あとさらす。よし、ナイス。あれ先に光線しちゃダメなの？今更出てくんのかお前ら。俺がここまで敵を減らしたというのに。こいつはかなり強硬派だね。ん？敵？これ。いやー、先にシローでぶん殴っときゃいかない、ぶん殴らなきゃいけなかったってことは、ロードするとどこまで戻るんだっけ？殴れるとこだよね。そういえば戻ろう。これは ここか。ダブデを倒すところか。じゃあちょっともう一回また同じことの繰り返しになるけど、サクサクサクといこう。サクサクサクと、これは食らう、しょうがない。でピンポイントで1万くらい当たるってことは、強襲型ガンタンクで太一ロケットランチャー、これをピンポイントでぶち当てれば1万3000か。グホは結構食らうな。2400で、ヒルドルグ、こいつをピンポイントでぶち当てれば倒せるでしょ。これ誰が乗ってんの？あ、こいつか。こいつは格闘戦特化か。格闘戦キャラ多いな。でパクってパクって、いやーセーブしといてよかったな。で狙えるやつを狙っていこう。ほい、よし。でもう一回攻撃を仕掛けよう。オッケー。で、あいつは引き寄せよう。高機動型ザクは避けて、ドムも下げよう。で、白はまだがビームライフルを撃って、俺は最後まで戦い抜いてみせる。で、ここでセーブをしよう。そうすると、もう行こう、これは。こいつを、ぶっ倒す。70% めっちゃ食らいそうだな。ビームジェネレーターさえやれば。わかった。訪問の正面に回り。いやいやいや、正面なんて回れないよ。生きていたのか。すぐ楽にしてやる。守るより攻めろ。一気に叩く。そう、一か八かだ。諦めるもんか。倍返した。
おのれ。まあそれなりに当たるか。アプサラスは不滅、私の夢受け取れ。これはこのターンでアプサラスをちょっと倒しておいた方が良さそうだな。こう、むちゃくちゃ強いんだけど。1万円で、こいつらは別に来るのを待てばいいからね。で、ここら辺はもう見たから。で、アンノウンが出た。おお、ジムスナイパー欲しい。いや、ちょっと白アーマーだ、やばい。やはりここはちょっと速攻でグループ攻撃当たるんだっけ。こいつ当たるんだ。よし、1300で、こいつで1回殴って 100% いいね。これはちょっとアプサラス3はマジでぶっ倒しとかないと。普通にやばいからセーブをして、もうなんかしょべえやつらしかいねえからな。ガトリングスマッシャー5500。うわ、合戦とか強い。これはもう長距離ビームライフルで仕留めるしかない。当たらん、当たらんからもうちょっと近づいて。7200は大丈夫でしょう。あんたに負けるわけにはいかないんだよ。一気に叩く。一番いいね。さらばだギニアス。いや、君たちも撤退していいよ。お、撤退した。あっちのグフも長距離ビームライフルで狙っておくか。倒せっかな。9300か。1万いけば倒せるってことでしょ。おお、ギリギリ。さて、あと残ったのは下の部隊とこいつか。攻撃しておくか。てかさ、こいつらなんで俺たちが相手しないといけないの。白アマダはどっか行っちゃうし。こいつらまずは動かないと。まあそれはそれで助かるんだけど、回復する時間は全然あるな。で、こいつはもうすでに超強気になってるからガンガン攻めていこう。で、回答して下を向くと、とりあえずここに止まっておこう。で、ヒルロール中に入れて、ガンタンクの中に入れて、陸戦のタンクの中に入れて回答して、解凍してどうしようかな。そうだな、一応こっちの方に行って、で、こいつらが来るでしょ。移動力いくつだ。集中攻撃をかけられればかけたいけど、まだもうちょっと遠いかな。あれ、量産型ガンタンクってすげえめちゃくちゃ射程長いっけ。ジムスナイパーも射程長そうだな。
おー、怖い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 。出しとけばよかった、やっぱり。ちょっと待って、試作ゼロ号機が全然追いつけない。退避退避。で一応こいつ前に出して、あんまり危険なやつは出したくないからな。で、あのジムスナイパーちょっとパクりたいから、ギガン一応出しておこう。射程長いから。あと6号機出しておいて、そいつらに攻撃が集中するようにしておこう。おー、これ狙撃？狙撃だね。いくつ当たるんだっけ ?5000 くらい当たりそう。4000か。攻撃力ダウンなんてあんのかよ。この量産型ガンタンクは反撃ができない。さすがに射程が長いな。こいつも狙ってくんのか。うん、進んできたね。お前らもか。4000、これ4000ずつ食らうと。マジかよ、こいつのマップ兵器かなり痛いんだけど。かなりチョコ材だよな、これ。痛いよ。一回抜けちゃおう、もうこいつ。で、戦艦進むでしょ？で、そしたらもうグループ攻撃だよ。まずこいつ邪魔、こいつも邪魔、あともう一匹ガンタンク邪魔。これでいいや。おら、3000、2900、3000、結構痛いね。で、ここでガトリングスマッシャーでギガンの支援を受けて1万、倒せるか。3600しか当たんねえ。かあ、6号機をちょっと出そう。これはビームサーベルってどう考えても大丈夫でしょ。まったく、であとこのジムスナイパーがマジ邪魔だから、テンションはまだ強気か。捕獲して開けといて、うー、ろくな機体がいない。初期型ジムとか大丈夫なの？一応支援受けてビームサーベル5700当たれば大丈夫だな。よし、でギガンがこれどこまで当たる？あ、こいつはみんな当たるわ。ってことは初期型か陸戦かって言ったら陸戦だよな。陸戦ここに置いてミサイルランチャーでこの量産型ガンタンクをなんとかする。よし。でギガンが少し進んで、でこいつを支援で8800、4200の回避。悲しすぎる。初期型ジムを出すか。数を減らそう、数を。そうなると、そうなるとだよ、コアファイターの出番だ。69% だったらこれだな。 25mm 機関砲みたいな。弱っ。で4600も残ってんのかよ。これガンダム6号機を派遣させよう。届くか。
支援使うか。よし、でここに来てリムライフルしかないか。8800、3300、5000いくつ当たらないと。あ、でもクリティカル出た。よし、掃除完了。あとは右側だな。あとあの戦艦に機体が積まれてるかどうか。ビッグトレー、あー陸戦ジムか。これもパクリてえな。今マジで金不足だからね、うちの部隊で。ギャンプ出よう、前線に対艦砲撃って、120ミリキャノン砲大丈夫かな。4600とかで陸戦を、違う、陸戦を出すよりはドンだな。スピードサーベルで4007は無理っぽいな。ほらね、やっぱりこいつらだよこの戦車2つ最強ペアだよな。ヒルドルブと強襲型ガンタンクめちゃくちゃ強いかな。いや超強気になって、もうこれこっちのもんだよ。ってことは高機動ザクでいこう。高機動ザクでレベルを上げてこれで倒せるでしょ。6000、あんまり強くない。4000、てか高機動ザクの攻撃力も強くね。精神統一、てか402レベルかこいつで、このジムはもう前期撃破できるよ、このペアで。ただジムを前期撃破しちゃうとあれだ、捕獲ができなくなるんだ。こいつ取っとかないと。そんなに攻撃力高くないな。でも攻撃高機動型ザクでなんかコアファイターやられて嫌だから、こっちで男。いやー落ち着いたね。あ、出しては来ないんだ。じゃあこいつ入れて、こいつも入れて、こいつはみんな収容するか。で近づいて、でこいつは出しておこう。あとはちょっと出せねえな。ヒットポイント自体は減ってないから、このジムはここに置いておこう。さあ来い。よし、あそうだ、こいつ超一撃だから食らったら1回でテンションがダダ下がりになるけど、あこれジムだから。でまずこっちまで来てグループ攻撃を仕掛けるでしょ。まあちょっと2人しか攻撃できないけど、これに超一撃とかはあんまり関係ないのかな。で18000ピンポイントと17000、誰で倒そっかな。コアファイター4、初期型ジム、あこの初期型ジムがちょっと弱すぎる。ということでこいつで倒そう。いやいい経験近すぎになったな。総員退避退避。おお潔いね。ただに3レベルになった。でこの陸ジムをパクるでしょ。よしよしよし、今回だいぶ捕獲したな。であとはこいつを倒すけど、ヒルドルブはだいぶレベル高いね。
ドムがちょっと弱いか。ジャイアントバズーカに、これをつけて、これでいけるはずだ。よーし。ちょっと苦労したけど、まあなんとかなったな。26,000円。ここもうちょっとなお金が入ってくれると助かるんだけど。ラストリゾート、あ、そうか、 MS 状態、これで終わりだ。戦いは終わった。山をも震撼させた強兵器アプサラス3はシロアマダとアイナサハリンの身を挺した攻撃により破壊された。ほら行こうぜ。あのアマちゃんを探すんだろ。エレドア、何があったか知らねえが、アマちゃんは許してるって。そうだろうか。当たり前じゃないか、仲間だろ。行くぞ。アマちゃん出てこい。狂気へと走った男ギニアス・サハリンはすでになく、シローとアイナも戦いの終わりを告げるアプサラスの爆炎の中に消えていった。ただ人を殺すだけの戦争に抗い、己が理想を貫こうとあがいた一人の男と、あくまで功にこだわり戦いを求めた指揮官、両者の思いが激突した結果、それはあまりにも犠牲に満ちた戦いの終わりであった。そして東南アジア戦線における戦いはジオン軍の敗北という形で幕を閉じ、それから間もなく一年戦争は終結した。重いね。うん、背負っていこう、二人で。ビッグトレートザンジバル、あ、ザンジバルはいいね。そうすると編成で捕獲した機体、一部スナイパーちょっと一体欲しいでしょ。もう陸戦ジムはいらないから、あと全部解体しよう。62,000円、やったーめちゃくちゃ金が入ったな。で0号機もいきなり4レベルになったかな。あ、5レベルで、てかさそうだよね、ここら辺普通に作れるよね、試作0号機だもんね。でもそうするとだいぶ時代が進むな。 G ラインは、あ、ピクシーが作れるんだ。ちょ、ピクシー作ろうかな。次とか普通にピクシーの話とかになりそうだけど。で4レベル5レベルか。あ、ジムスナイパー普通に作れんじゃん。6レベルまで上げるか。そうするとギガンだな。ドラッツェとかか、ギガン袖付きとかさガットルとかにしよっか。いや、ドラッツェだな。ドラッツェって宇宙でしか使えないんだ。でこいつはなんだっけ。じゃあ4号機にするか。でようやくコアファイターから解放されるコアブースター、あんま変わってないけどね。それでもやっぱ戦力的には違うかな。高機動型ザク、あ、なんかあるね。レベル5まで上げよう。で初期型ジムもレベル上げるでしょ。で陸戦型ガンダムがレベル5までいってて、あ、 EG8 だ、 EG8 を作ろう。でドムはまだ2だから多分特段なさそうだな。ドムキャノンか、ドムキャノン使えそうだな。でもヒルドルブはなあんまり変えたくないんだけどな。量産型ガンタンクか、強襲型、あ、違う、こっちガンタンクだ、こっちがヒルドルブだ。ギガンが作れるね。レベル6まで上げるか。ガンタンクどうしようかな。一応レベル6まで上げよう。で高機動型、あー、グフね、
グフがいけるね。4レベルでなんかあるな。まあいいや、グフと。よし。はい、というところで、08招待が終わりましたので、今回はこれで終了したいと思います。次回はまた新しい、ステージをやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。